はい、では IC カード出すルール教えるね。うん、教えて。じゃあまずこれリーダーカード抜き出してですね、これ覚醒リーダーなんだけど覚醒 してない状態にしておきます。はい、はい、でデッキ40枚、これシャッフル。デッキは必ず40枚？うん、必ずだね、これはこのゲームは。で、3枚引きます。3枚しか引けない。少ない。少ないんですよ。はい、で、最初に、うん、見てんだけど交換することができる。で、できればね最初は0とか1がちょっと持ってた方が強いかもしれない。え？じゃあ俺は3枚とも戻す。俺も戻す。じゃあ全部戻すね。じゃあ戻してシャッフルして。こういうことができるの、これって。で、まあまあ正式にお互いね、カットアンドシャッフルして。じゃあやろうよ。やる？じゃあ正式にやる。お互いね、こうね、対戦相手にも混ぜてもらって。そうそうね。で、引き直す。まあ、全部戻したからまた3枚だね。戻した枚数分引き直す。OK ですか？はい、OK です。で、そうか、最初に先行後攻決めるのが先だったから。じゃあ、もう一回。先行後攻決めた上でマリガンでしたね。はい。はい、最初はグー、じゃんけん、はい。じゃあそちら先行になりました。で、3枚引きます。これが正しい順番でした。はい、で、先行だからまあ1があると強いんです。1とか0があると、まあ最初の方は1とか0があった方が強いです。じゃあ出していいの？で、俺はじゃあ2枚戻します。もう一回やり直しね。じゃあ1枚戻す。うん、シャッフルして、で、戻した分引き直します。じゃあ俺2枚。モンスターキャラ。で、そっちが先行だね。じゃあまず、まあ、先行はドローがないんだけど、うん、まず最初のチャージフェーズにドローして1枚チャージ。これマナになるの。マナ？デッキの一番上のカードがマナ。うん、で、で今度はメインフェーズで、ここに4枚までカード出せるんだけど、うん、今1マナあるでしょ。だから1のカードを、これをドロップに破棄することで1のカードとかを出せる。ドロップはあれなの、うん、もう使えないってこと？そう、もうだからゲーマーと違ってこうスタンドするんじゃなくて、もうなくなっちゃうって感じ。うん、なるほど。じゃあゼロはいらないってこと？ゼロは何も使わないで出せるけど、うん、弱いってこと？まあ現状今ね、これ1万なの、相手のリーダーが、うん、1万以上の出すとアタックが通るかもしれないから。じゃあ1万でもいいの？そうね、コスト、このここの上に1って書いてあるでしょ。この1のは出せるぞ。血を払って、おいいね。で、まあこれ以上出さないかな、もうないからね。そしたら次はアタックフェーズだっけな、バトルフェーズだか忘れたけど、アタックフェーズがあって、これをレストして攻撃って言えるのね。じゃあ攻撃。うん、で攻撃した時、さらに手札を使ってパワーをアップさせるかどうかを選べるんだけど、まあ普通最初の方でパワーアップはさせなくていいです。手札減っちゃうからね。で、俺は1万で攻撃されたから、今現状だとここで手札を使ってガードすることもできるのね。例えばここで5000とか出すと1万5000になるから、防御成功とか、そう、防御が成功したりできるんだけど、俺はアタック受けますと。あ、ごめん、でまずライフを7個置くの忘れてました。え？ちょっと待って、これ、うん、これちょっと順番、これ7個置くんでした。これは忘れちゃダメだ。はい、で俺がダメージ受けることを選んだら、このダメージがエネルギーになるんです。分かりますか？分かりました。で続けてこいつもアタックできます。じゃあアタックしない。アタックしない？あ、した方、絶対した方がいいんだから。さあ、じゃあしとこう。うん、でこいつはアタックした時に5000パー、5000上昇、1万5000になって、さらに1枚引くって書いてあるんです。1枚引くの？うん、引ける。だバンガードのドライブチェックみたいなことで。いや、知らないですね。知らないか。で、こいつがストライク2だから2ダメージ当てられるのね。だから1万5000でアタックしてて、俺もこれも受けますと言います。で、2枚ダメージ受ける。あ
で、これがライフがなくなってるわけです。あー、オッケーオッケー。じゃあ俺のターン。ちょっと今、ライフを置き忘れるというね、ミスをしてます。なんというミス。じゃあ、ドロー&チャージ。うん、これがチャージフェーズです。で、ドロー&チャージね。じゃあ俺はこいつを使うぞ。フリーザー出します。ゼロですね。でこれがこのカードドロップに置いてデッキから膨張する恐怖フリーザーを出せます。でこれをドロップに置いて特殊効果を使いますね。助けを求める距離ですよ。あとで膨張、こいつはまたさらに効果使って、このカードとエネルギー1枚をドロップに置くと、またさらに次の進化系のフリーザーを出せます。タクちゃん、うん、こっちってさ、どうやったらこうなるの？あ、これはね、ライフ3以下になったら覚醒ができるから、これが3個になった、うん、あ、あとね、これエンドフェーズに起き上がるんでした。これ忘れちゃダメです。で、さらにこいつのねスキルがあります。起動効果ターン1回スキル、自分の手札を1枚捨てるとですね、1枚捨てるとデッキからドドリアを出せると。強いね、ドドリア、うん、ノンスキルのドドリア、うん、このカードしかないですけど。で今3個残して、じゃこれでアタックします。じゃあでここで こいつにアタックすることもできるのね、うんうん、そうするとリーダーじゃないやつにアタックはガードができないの。だから必ず1万でこいつはブレイクされちゃうと、うん、でこのブレイクされたカードはエネルギーになります。なんと、おー、いいね、はい、でこれ1枚、いやこいつはリーダーじゃないからダメージ受けないです。はい、でじゃあこいつはリーダーにアタックで、こいつはアタック時プラス5000して1枚引きます。じゃあ1万5000でアタック、じゃあ受ける、受ける、そしたら2枚、じゃあ2枚をここに置きます。そう序盤は受けるのが結構正解で、俺はここはね、そうだな、アタックをしないでおこう。エンドフェーズでエンドした時は起き上がります。これさっき起き上がります、はい、じゃあそしたら今度ドロー&チャージして、ドロー&チャージして、はい、うん、どうしよう、アクティブって何？アクティブはこの起きてるってこと。レストって何？レストはメス。なるほど。じゃあ、うん、寝る、うん、でこのね、ここは4枚までしか出せないからね、うん、ここね、じゃあ1枚して1枚で1の、おお、また1万、まあ強いね、強い動きだね、うん、して使って、また1使って、はいはいはい、でこれが出た時にドロップエリア手札を捨てると、敵からクリリンを持ってくる、うん、そう、クリリン、うん、これ使う、うん、強い、1万、じゃあさらにクリリンを並べるということもできるね、うん、そうするんだ、うん、クリリン出します、おお、いいんじゃないですか、して、うん、パワーアップもできるんでしょ。そうで、パワーアップの仕方が、例えばこれアタックして手札からカードを使ってパワーアップもできるけど、こう場に出てるカードをやってプラス1万して2万でアタックっていうこともできる。ああ、このアクティブ状態のカードを使ってもできる。よし、うん、でこれでアタック8000でパワーアップできるよね。ああ、パワーアップできる。5000ゼロだからね、だから1万3000でアタックしたってことになります。でこのパワーアップで使ったカードはなんとエネルギーになります。おお、強い。でこれはやられちゃいますね、はい、はい、でこれはさらにこいつでアタックやられたと、これで返して、はい、あ、うん、でも覚醒しちゃうんでしょ。そう、ただこれ2でつつくと今結構痛い感じですよね。あ、次の2でとどめをさせる感じはある。あ、でもこいつね、覚醒してドロップにクリリンがいるとストライクはプラス1っていこうかな。マジ、あ、3で攻撃できる。え、マジ、うん、じゃあいいや、耐えるでもアタックするとドローできるぜ。だからアタックした方がいいんだよ、これ、うん、じゃあアタック、でもう5000上昇してワンドローして一
1万5000ね、うん、俺はそれは受けたくないんです、うん、なのでここで初めてガードしますね、うん、エネルギー1を使って1万、これで2万になったでしょ、1万5000に対して2万になったからガードが成功するわけ、うん、でこれがエネルギー、うん、OK、うん、で続けてテンさんは攻撃するしない、しない、まあそれは賢いと思う、なぜならこれで1通すとこいつが覚醒できるから、そう、ターンエンド、うん、終わろう、これ見るね、すげえかっこいい、かっちょいい、かっちょいい、かっちょいい、そしてチャージ、ドロー出してチャージはする、じゃあ2コスとタゴマ2コスとロドリアで、こいつが出た時手札をドロップに置くとデッキから低温の側近ザーボンを出す、強っ、 OK、 OK、 じゃあテンさんにアタックです、受ける、まあ受けるしかないんだね、リーダーに対するアタックじゃないか、じゃあクリリンにアタック、じゃあ受ける、じゃあ1万5000でリーダーにアタック、受けます、受けしたら1枚、うん、1点、パリン、あ、それハンドじゃない、デュエマじゃないからエネルギーでね、そう、埋めた、あ、これか、そうそうそう、ダメージ、ごめん、じゃあ1万5000ワンドローアタック、こっち、うん、じゃあ受ける、受ける2枚、うん、じゃあ2ダメージがエネルギーになります、はい、で、エンドです、はい、じゃあドロー、うん、で今覚醒できるぞ、あ、ドロー&チャージ、うん、そうだね、ドロー&チャージ、え、覚醒とどうやって覚醒、3以下の時、1枚この自分ライフが3以下の時1枚引きこのカードを裏向きにする、1枚引いちゃう、裏向きにするとで、さらにこれがドロップに落ちてるとこいつはクリティカル、ストライクが3になる、だからこれを、ね、これを支払って何かカードを出すと強いと、あ、なるほど、うん、じゃあ4支払って、うん、ベジータ、おー強っ、このカードはリーダーにアタックした時4以下でプラス1万2万5000でアタックできる、うわ強っ、アタック2万5000、あと2で2、 2じゃあ受けよう、受けます、バンバン、はい、うん、プラス5000、1枚いく、2万でアタックね、はい、で俺はこの場のカードでガードもできるから、はい、じゃあこれガードしますよ、2万5000だから、でも超えてないよ、あ、超えてないな、もう1枚やんなきゃダメだろ、もう1枚やってもいいの、そう、もう1枚やってもいい、じゃあこれでいい、いいよ、うん、じゃあこいつは何もしないで、なんで、そうで、アタックするときにパワーアップさせるかどうかアタック側が先に言わなきゃいけないからね、そう、なんでこいつアタックできないの、あ、できるけど、どうする、ただ8000、今のところ現状どっちにも届かないこいつにアタック、パワーアップ、じゃあ2コスト支払ってパワーアップ、2万3000だったっか、まず俺覚醒するね、こいつはね覚醒したときワンドローできないです、覚醒して9チアリで、ただ1万2000なんだよね、こっちが2万3000か、これを切って2万7000でカード、で 2切った、うん、はい、でエンドだね、うんうん、だいぶハンドが消耗されたけど、ハンドチャージ、結構いいんじゃない、そうかもしれないね、3コストフリーザ、あ、2コストタゴマ、エッチだね、じゃあこれで1万5000でアタックだな、ん、同時じゃないの、同時じゃないんだ、アタック、そうだね、同じだったらアタックされた側はやられちゃう、じゃあやる、ゼロ、あ、あのね、リーダーしかガードができない、あ、そっか、うん、じゃあそうなんだ、マナだ、じゃあフリーザーで、あ、フリーザーでここだ、あ、じゃあこれがね、アクティブ状態のカードがないとこいつはパワー2万になります、2万でアタック1枚引きます、さあガードできるか、2万だから1万以上手札を使うか、2万、うん、今1万5000だから5000じゃガードできない、ぴったりだ、2万、あ、2万、じゃあ3コスト、まあちょっともったいないけどね、もったいない、仕方ない、仕方ない、じゃあエンド、じゃあドロー、
で、チャージするの忘れないで。チャージ。オッケー、最初1ってこいつ。はい。と、0と0、もう一回できる？ああ、できるね。あ、で、効果で、こいつをレストするとワンドローできる。レストロー、あ、うん。こいつの効果。ね、しようかな。する。うん、なんかでかいの引いた方が強いかな。ドロー！ 5？1。1。で。なるほど。ご飯。悪くないね。うん、こいつでアタック。するとき、カード1枚取ろう。うん、アタック。2万だね。2万だから。あ、2万だわ。これどうしたらいいんだ、これ。1万枚使ってこれで2万2000にしてガードしました。でもパワーアップできる。パワーアップする。はい、でパワーアップ1万ってことは合計3万だね。3万。そしたら俺はこれで3万2000になるじゃん。合計これでガードできちゃう。じゃあ OK。 でこれはこう、じゃあマナー、もうハンドがないね。じゃあアタック、あ、できる。1万にすんだから届かないんだよな。届かないんだよ。じゃあエンドにする。そう、エンドにするよ。じゃあ起きてドロー&チャージ。面白いこれ。まあ面白いでしょ。まあ面白いね。でもやっぱまだ始めたばっかだから、じゃあ3コストでリクエム。もう俺エネルギーバッチリ使い切ってるからね。え、あと2でしょ。だからここで例えばだよ、勝負決めに行くこともできるわけ。残り2じゃん。で、これでアタックって言って、これでパワーアップさせますって言うことができる。でも、マナがないじゃん。で、これはもうすでに出したカードだから。ああ、できるの。使えるの。うん。あ、すでに出したカードできる。で、アクティブ状態のカードがなくなったんで、2万でしょ。2万、4万、5万5000でアタックって言えるんだよ。そうすると、今手札がなくて、そう、このカードだけじゃガードできないでしょ、5万5000。そうだから残りもう2とかになると、そういう勝負を決めに行くこともできるから、うん、もう一回やろう。まあ現状決まっちゃったけど、これ面白い。面白いでしょ。もう一回やって。チャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。あなたが罪を出たけど